この話も久しぶりにしますけども東日本大震災の時に私がねボランティアで石巻のあるところに行ったんですけどもそこでですね地元のおば様方がいらしたので避難所でねちょっと聞いたんですよ両陛下先月いらっしゃいましたよねどんな感じでしたかって聞いたんですそう両陛下いらしてくださったのって言ってそうよとか言っありがたかったわって言ってねもうね4人だったんですけども全員泣き始めちゃったんですよそれでこうやってね思い出すだけでも涙が出るって ありがたかった。 えどんんんな感じだっったたでですすかって色々聞いたんですねそしたらその4人のうちの1人が話してくれたんです「実は私ね家族一族全員死んじゃったの」って言うんですよもう津波で完全に流されちゃってね全員死んじゃったと自分一人だけね別の用事があって他の場所行ってて生き残ったけど全員死んでしまったと最初はね机上部でね頑張ってたけども徐々にね何で私だけ生き延びたんだろうってできればもう一緒に死にたかったってそれでもう生きてても意味ないから死んでしまおうと思って 思ってね、どこで死のうかということを日々考えるようになってたんですって。そんな矢先に両陛下がいらした。そして 天皇陛下から声をかけてもらったことで、急にね。生きる力が湧いてきたっていう風にご夫人が私に説明してくれたんです。だって死のうと思ってね。死ぬ場所、どこに引っ掛けようとか、夜な夜な考えてた方が天皇陛下から声をかけられて、急に生きる力が湧いてきたって言うんですね。すごいなあと思って聞いたんです。何て言われたんですか？って <laughs> 聞いたんですね。そしたら何ていう言葉？だっ たのかももうね分かんないけども何か言われて受け答えをしたんですって私はねその時に感じたことがあるって教えてくれましたあれもしかして私愛されてるってか思ったんですって天皇陛下皇后陛下に私はあもしかして愛されてるんじゃないかと思ったって言うんですね。 これまでたくさんの政治家とかね、総理をはじめいろんな人が来たと、なんとか議員とか、大臣とか、大丈夫ですかって皆さん親切に声かけてくれるんだけども、他人を心配してくれてるなっていうのはわかるけども、愛されてると思ったことはないって言うんですよ。あれと思って。もしかして私愛されてるって。そう思った途端に生きる力が湧いてきたって言うんですね。それどういうことですかって聞いたら、だって親戚全員死んでるわけだから、知り合いはね、いるかもしれないけども、じゃ 私を愛してくれる人っていうのはもうだって家族親戚全員失ってしまったから私を愛してくれる人なんてもうこの世の中に一人もいないと思っただったら生きてても意味ないと思ったって言うんですねでもいたって天皇陛下見つけたわけです私のことを愛してくれる人いたって一人二人このお二方私のことを愛してくれてる。 もしかしかたら地球上でそその2人だけかもしれませんよおそらくもう二度と会うこともないかもしれませんでもいいんですってこの地球上でたった一人でも二人でも自分のことを愛してくれる人がいるって思っただけでじゃあ生きようっていうね力が湧いてきたっていうんですよもうその話聞いて私ね本当にびっくりしまして天皇陛下のご訪問っていうのはすごく意義深いことなんだなーってことは分かってましたけども現にね死のうと思ってた方が一言二言ね言葉交わしてがぜ生き る気になったったてその話聞いて私は本当に心の底から感動しましたね。 聞いたんですよもう普段からねこの震災前から個室を受け合なさってたんですねって聞いたらそうでもないのよって言ったんですよ <laughs> ええと思っていや私ね天皇なんかなくてもいいと思ってたのって <laughs> ええー、そうなんですか <laughs> って聞いたんですなのにえなんでですか <laughs> って聞いたらもうこれ理屈を超えてるって言いましたよ片やね菅総理が行くと帰れとか何しに来たんだとか言って物投げられたりとかしてるわけですからこの違い何なのかなというふうに思った時に政治家たち総理 をはじめね言ってますけどもそれは被災者のことは心配してるかもしれませんよでも愛してますかって言われたらいやそんなこと考えてもないと思うんですよね大丈夫ですか大丈夫ですかって心配はしてると思いますけども愛してるって普通ないと思うんですよねじゃあ天皇陛下はって言ったらいや愛してるんですよ国民一人一人をね 国民全体じゃないですよ国民一人一人を我が子のように愛してるわけです。だって当時ね両陛下だってご即位からずっとですよ雨の日も槍の日も槍は降らないにしても開けてもくれても毎日毎日国民の幸せをひたすら祈ってこられた方ですからね。ですから天皇陛下からしたらそのご婦人ももちろん初めて会うんだけれどもあなたの幸せをもうずっと祈ってきましたって話ですから。だから天皇陛下は いつも会ってない人も含めてね一人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 の日本人をですね愛しその幸せを祈ってこられたわけですから天皇陛下からしたら家族と一緒ですよ。ずっと 幸せ祈ってきたわけですからねですから天皇陛下からしたら普通のことなのかもしれないでも被災者からしたらそんな人これまでいなかったわけですからですからなんで愛されてるとその方が思ったかって言ったら答えは簡単で天皇陛下は本当にその人のことを愛してらっしゃったからです本当に愛してるからストレートにその愛情が伝わったんですよ愛してないのに愛してるように思わせるような芝居を打つって言ったらそんなもん無理ですよじゃあお芝居のプロが来て天皇陛下役をや っっててね大丈夫ですかって <laughs> お芝居やったところで愛してないのに愛してると勘違いさせる芝居なんかできませんよプロの俳優だってできませんよましてや天皇陛下はお芝居の経験ありませんからねお芝居なんかできませんよ素人もいいとこですよそんなお芝居打てる人います津正彦さんぐらいいじゃないでしょうか 普通そんな愛してるふりの芝居やって本気で相手をねあマジで俺愛されてるわって信じ込むようなそんな芝居打てる人はいないですから本当に愛愛してるからその愛情が伝わったんですよなので異例でね亡くなった方の異例それだけじゃない本当に傷ついた被災者の方々をですね これほど癒すことのできる存在というのはもうもう天皇陛下以外にはないいと思いますそして救援それから消防警察自衛隊もそうですけども尽力なさった方々も。 もう天皇陛下にご苦労様でしたとよくやってくれましたねって言われたらもうもうそれまでのね疲れとか悩みとかもう全部ですね溶けていくような感じになったそんな人もたくさんいるんじゃないかなと思いますねそして被災者の方々もねもう1ヶ月2ヶ月経つけど天皇陛下も来ないし私のうちのことをちゃんと思ってんのかねみたいにそんな風に疑問に思う人もいないわけですよ天皇陛下はいつも私たちのことをね心配してくださってるみんな分かってますよすぐ来たいと思うし 示しかもしれないけど大丈夫ですよってもう陛下がもう思ってくださいってのはもう分かってますか大丈夫ですってそんな気持ちでね陛下が自分たちのことをね何とも思ってないなんてこれっぽっちも思わないわけですよねそこに天皇陛下がいらしてあやっぱりだとやっぱり天皇陛下は私たちのことをねこんなに思ってくださってたんだって再確認するというかですからさっき言ったねヨーロッパでね 大丈夫かまだ息悪かこっちだとか言ってね、指揮取ってるところカメラに撮らせて、やっと国民がね、王室は私たちのことを心配してくれてるって思ってくれる、そういう国と、だいぶ違いますよね。これほどですね、天皇と国民の関係、君民の関係性というのが、もう強靭なこの信頼によって結びつけられているということだと思いますね。ここに日本の国柄があると思います。日本にしかない、日本固有の もう最高の国柄というものをもし説明するとしたらここですね。天皇と国民との関係性。この関係性っていうのは。 物体になってませんから。はい、これを見ろって言っても、見られない。その一辺がもしかしてこの写真かもしれませんけども、天皇と国民とのこの関係性。ここにですね、ちょっとよその国にはない。日本独特のですね、日本らしさ。これ日本の国柄。最高の国柄とも言いましょう。古い言葉だと、国体っていう言葉なんですけどね。日本の国体。天皇と国民の間に横たわる。この関係性ですよね。ということですね。ですから、この日、両陛下はね、一日も早く被災地に行ってと。 というお気持ちをでですすねねずっと我慢してこられたわけですよ、ね、今行ったら迷惑になるからいつ行こうかいろいろとですね時期を見計らった上で両陛下がやっとおいでになれたのだという子ですよ、ね、この慰霊の旅っていうのを始めたのは昭和天皇ですよ戦後の巡行ですねその前に東京大空襲の後のですね行,行もありましたけども慰霊の旅これは昭和天皇。 始めましたそして上皇陛下は異例の旅をさらに拡大させてイオ島から始まりましたけどもサイパンとかねフィリピンとか激戦地パラオもおいでになりましたよねそういうですね異例の旅を本当にたくさんの日本人が亡くなった外地での異例というのを上皇陛下なさいましたそして令和になっ ちょっとコロナってありましたけどもそれでもオンラインを使ってですねなさってましたそしてこの能登の震災お見舞いをなさるこの昭和天皇がお始めになったことをですねこうやってね受け継いでなさってらっしゃる私からしたらもう本当にありがたいですありがたいもうそのその一言ですかねありがたいですよこここんななにありがたいことないとですよこれをね 天皇を残してて何の価値があるの?」って言ってこれってもう金額に示すこともできないし「はいこれ」ってものとして見せることもできないわけですけどもここにはですねもう2000年来ずっと国民と共に苦楽を共にしてきた歴代天皇のなさりようがありそれを受け継いでですね今の時代に天皇としての役割を果たそうとなさるこの天皇陛下のご覚悟があってこそですね今につながってるわけですよね。本当にありがたい話。そうね。 プライスレスそういうことはもう金額に算定できる話じゃないので毎年いくら予算かかってるけどそれ以上の価値があるんですか的な話にはもうこれはですねそういう次元の話じゃないんですねこういうことを分かった上で何も感じない人どうしたらいいんですかねいや別にいいんです天皇陛下も支持してもらいたくてとかね分かって欲しくてなさってるわけじゃないですよ見た目に向き合う被災者に向き合うということですからねというわけでできればね異例をなさ といいいう部分を記事に表現してたただきたいですねじゃあこのね「目霊をなさる」というのは何なのか「目霊なさいましただけで終わっちゃってるのでこの意味するところをですねもうちょっとこう想像させられるような説明というか記事を作ってほしいなと思います武田つにやすチャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。